こんにちは、ご視聴ありがとうございます。今回は韓国ドラマテジャングム宮廷訓女チャングムの誓いの第21話から第30話のあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。韓国ドラマテジャングム宮廷訓女チャングムの誓い第21話のあらすじは以下の通りです。第21話のいちごの味。第21話ではハンサン軍が民家の蔵に幽閉されていることが発覚します。トックの知らせを受けたチョンホが彼女を救出し急いで宮中に戻りますが、すでに料理対決は進行中です。チェサン軍側が3ポイントを獲得している中、ハンサン軍は調理場に戻らず、チャングムに全てを任せます。チャングムは巻き返しを図り、最後の一品で勝負を決めることに。皇太后は最高の料理はどれかと質問し、チェサン軍は絶賛された四女イノシシ肉の煮込みをあげますが、チャングムはこれから出すお菓子が最高の料理だと主張します。その頃、チョンホはチェパンスルの背後にいる大物の正体を知ります。後任の最高三軍が決まり、3日後の交代を控えたチョン最高三軍は、禍根を残さないよう君女長らに頼んで回ります。四戦は涙ながらにチョン最高三軍の身の回りの世話をします。最終的に、チャングムの料理が評価され、彼女の努力が実を結ぶエピソードとなっています。このエピソードは、チャングムの成長と彼女の料理に対する情熱が描かれており、視聴者に感動を与える内容となっています。韓国ドラマテジャングム宮廷訓女チャングムの誓い第22話のあらすじは以下の通りです。第22話最高三軍の交代。第22話では、チョン最高三軍の病状が悪化し、彼女は最高三軍の座をハン三軍に譲ることを決意します。チョン最高三軍は宮中を離れ、療養先へ向かうことになりますが、チャングムと四戦が付き添います。一方、宮中では最高三軍の交代儀式が行われますが、他の三軍たちはボイコットし、出席しません。これに怒りを覚えたチョン最高三軍は倒れてしまい、宮中で死ぬことが許されないため、すぐに宮中を離れることになります。彼女はチャングムにハンサン軍を頼むと言い残し、亡くなります。ハンサン軍は他の三軍たちの協力を得られず、一人で王の食事を準備することになります。チャングムと四戦が宮中に戻ると、大量の大根の前で一人佇むハンサン軍の姿を見つけます。大根をつける日なのに誰も手伝いに来ないのです。チャングムと四戦は何とかやりきりますが、今度は大事な会議の連絡を受けておらず、長番内官に叱責されるハン三軍。スゴン様の祝宴の献立会議にも全三軍が欠席し、ハン三軍は長番内官に頼んで熟手の助けを借りて祝いの準備をします。しかし、チェ三軍は意地悪を続け、スゴン様の祝いの席に欠席するようにみんなに伝えます。ハン三軍は事態を収拾するために辞任しようとしますが、チャングムに諭され、デビ王に最強豪のお願いに上がります。このエピソードでは、ハン三軍のリーダーシップとチャングムの支えが描かれており、視聴者に感動を与える内容となっています。韓国ドラマテジャングム宮廷訓女チャングムの誓い第23話のあらすじは以下の通りです。第23話横領発覚。第23話では、ハン三軍が皇太后に最強豪を提案し、もし勝利した場合には全権を与えてもらうよう申し出ます。皇太后はこれを承認し、最強豪の課題は炊飯と決定されます。各厨房の三軍たちが試食し、多数決で勝者を決めることになります。クミョンはチェ三軍から炊飯の秘技を伝授され、強豪に臨みます。一方、チャングムは母の日誌から甘酢の存在を知り、それを探し出して母の友人に宛てた手紙を瓶に入れます。チョンホは極秘に進めている横領疑惑調査のため、内近衛から左本部に移動します。さらに調査を進めるため、ハン三軍に協力を求めます。新しい最高三軍の下でスラッカンの新体制が発表され、ある役職が復活します。最強豪の結果、ハン三軍が勝利し、
全権を握ることになります。このエピソードではハンサン軍のリーダーシップとチャングムの成長が描かれており、視聴者に感動を与える内容となっています。韓国ドラマテジャングム宮廷訓女チャングムの誓い第24話のあらすじは以下の通りです。第24話聞き迫る。第24話ではチェサン軍の指示でヨンノがチャングムの部屋から帳簿を盗み出します。その中にはチャングムの母ミョンイの日誌も含まれていましたが、チェサン軍はそれと気づかず返却させます。ヨンノは料理の秘訣が書かれた日誌と知り、盗み見しているところをハンサイコー3軍に見つかります。ハンサイコー3軍は一目で親友ミョンイの日誌と認識し、ヨンノから取り上げます。その後ヨンノはチェサン軍に見つかったことを報告し、チェサン軍もその日誌を書いた人物に思い当たり、チャングムの素性を悟ります。衝撃を受けたチェサン軍をクミョンが支えます。一方、宮中では物資の横流しが左本部を通じてチュンジョンに報告され、オギョモラは危機感を募らせます。彼らは自分たちを脅かす人物がチョンホであることを突き止め、チョンホ追放を画策します。それを知ったクミョンは密かにチョンホを呼び出します。このエピソードではチャングムの母の秘密が明らかになり、宮中の権力闘争が一層激化する様子が書かれています。視聴者にとっては緊張感のある展開が続き、次回への期待が高まる内容となっています。韓国ドラマテジャングム宮廷訓女チャングムの誓い第25話のあらすじは以下の通りです。第25話母の仇。第25話ではチャングムとハンサン軍が互いの素性を知り、胸の内に秘めていた思いを語り合います。喜びの涙にむせぶ二人ですが、チャングムは母ミョンイの命を狙った人物がチェ一族であることを知ります。チャングムが隠していたミョンイの手紙がチェサン軍の手に渡ったことを察したハンサン軍はチャングムを守るために先手を打ちます。一方、チョンホは寝組に戻り、異国の密偵の動向を探るため地方に派遣されますが、実際はトックの家に潜伏し、オギョモ一派の調査を続けています。チャングムは亡き両親の無実を晴らすためチョンホに協力を求めます。その頃チュンジョンは療養のため宮中を出て温泉に行くことになり、スラッカンも同行します。ハンサン軍が推薦した湯治場はチャングムにもゆかりのある場所でした。ハンサン軍らの外出を知ったチェサン軍は早速手を打ちます。このエピソードではチャングムの母の死の真相が明らかになり、宮中の権力闘争が一層激化する様子が書かれています。視聴者にとっては緊張感のある展開が続き、次回への期待が高まる内容となっています。韓国ドラマテジャングム宮廷訓女チャングムの誓い第26話のあらすじは以下の通りです。第26話罠。第26話ではチュンジョンが温泉から戻った後に高熱で倒れ、意識不明の状態に陥ります。ジーとイムカンチョン・ユンスは原因を突き止められず、誤診の疑いがかかります。この状況を利用しようとするチェサン軍は兄のパンスルを通じてイムカン・ユンスを抱き込み、ハンサイコー3軍を陥れようとします。計画は順調に進み、ハンサイコー3軍は拘束され、チャングムも調査対象となります。一方、チャングムはトックとチョンホに頼んでアヒルの調査に出かけます。アヒルが硫黄を含む温泉水を飲んでいたことが判明し、チュンジョンに毒を持ったとしてハンサイコー3軍の罪が問われることになります。チェ一族とオギョモはこの機会を利用して敵対する政治勢力を一掃しようと結託します。パンスルはチョンホも一緒に陥れようと計画しますが、チョンホはハンサン軍を助けるために動きます。このエピソードではチェサン軍とハンサイコー3軍の対立がさらに深まり、チャングムがどのようにしてこの困難を乗り越えるかが書かれています。韓国ドラマテジャングム宮廷訓女チャングムの誓い第27話のあらすじは以下の通りです。第27話偽りの自白。第27話ではアヒル事件の真相を究明するため、ハンサイコー3軍とチャングムが再び料理を再現するよう命じられます。ネグミ町の主導でアヒル料理の検証が行われ、ハンサイコー3軍とチャングムは料理を再現し試食が行われます。
しかし、クミョンの画策により、試食をした人物が翌日高熱で倒れ、形勢は一気に逆転します。ネグミ長は被害が及ぶことを恐れ、チョンホを自宅の蔵に幽閉し、パンスルはチョンホの部下をもう一人の標的に仕立て上げます。チョンホの部下、アヒルを売った店の主人、ハンサイコウさん軍とチャングムは厳しい取り調べを受けます。拷問に耐えかねたアヒル屋の店主はついに偽りの自白をし、ハンサイコウさん軍もそれに倣います。ハンサイコウさん軍は自ら罪を被ることでチャングムを助けようとしていたのです。彼女はチャングムに生き延びて、いつか代わりに名誉を回復してほしいと頼みますが、チャングムはもう一人残されるのは嫌だと訴えます。その頃、オギョモは謀反人全員の死刑をチュンジョンに申し出ていました。このエピソードでは、ハンサイコウさん軍の自己犠牲とチャングムの葛藤が書かれ、物語がさらに緊迫した展開を迎えます。韓国ドラマテジャングム宮廷訓女チャングムの誓い第28話のあらすじは以下の通りです。第28話助け舟。第28話では、ハンサイコウさん軍の死を受けて、チャングムは一人でチェジュドへ送られることになります。チョンホは幽閉されていた蔵から抜け出し、チャングムを助けようとしますが彼女を乗せた船はすでに出航していました。宮中では、ハンサイコウさん軍の死が伝えられ、ヨンセンは自分もチェジュドに送ってほしいとクミョンに懇願します。一方、トックはチャングムを助けるためにチェジュドへ向かおうとしますが、妻に止められます。トックの妻は、以前チョンホを解放したのがチャングムであることを認可し、チョンホは職を辞して最終島へ向かう決意をします。チェジュドでは、チャングムが何度も脱走を試みるも、その度に失敗し、担当の軍人クマンに手を焼かれます。幽閉された蔵の中で、チャングムは同じヌヒの女性チャンドクと出会い彼女から脱走の手引きを受けます。このエピソードでは、チャングムの強い意志と困難に立ち向かう姿勢が書かれています。彼女がどのようにしてこの逆境を乗り越えるのか、次回が気になる展開です。韓国ドラマテジャングム宮廷訓女チャングムの誓い第29話のあらすじは以下の通りです。第29話一筋の光。第29話では、チャングムがチェジュドでの新たな生活に直面します。遺女のチャンドクは、チャングムに自分の仕事を手伝わせますが、以前に騙された経験からチャングムは素直に従えません。チャンドクは横柄な態度を取りながらも、チャングムに医術の基本を教え始めます。一方、宮中では四線がアヒル料理の再調査を行い、試食して高熱を出した本位が四野に呼ばれていたことを突き止めますが、ミンサン軍はこの件を不問に付すよう指示します。スラット艦はチェサイコウさん軍の支配下にあり、ヨンセンは一人涙を流します。最終島では、チャングムがチャンドクと軍人クマンが兵士を動員して何かを作っていることを知り、チョンホに告げ口します。しかし、チョンホが確認したところ、クマンは辛抱の厚い人物であることがわかります。このエピソードでは、チャングムが新たな環境でどのように成長していくのか、そして、宮中での権力闘争がどのように展開していくのかが書かれています。韓国ドラマテジャングム宮廷訓女チャングムの誓い第30話のあらすじは以下の通りです。第30話新たなる挑戦。第30話では、チャングムが遺女になる決意を固め、チャンドクの元を再び訪れます。チャンドクはチャングムの熱意を認め、厳しい指導を始めますが、他の見習いのびたちはチャングムに嫉妬します。しかし、次第に彼女たちはチャングムの努力を理解し、同情するようになります。一方、宮中では四線が一人で過ごすことが多くなり、ある人物が彼女に声をかけます。その頃、チャンドクはチャングムを連れて流刑者の診察に立ち会います。流刑者の診察は禁じられており、診察すればチャンドクも処罰を受けることになりますが、彼女にはこの患者を放っておけない理由がありました。また、別の患者の診察で、チャンドクは他の医者からもらった処方箋を見て、その医者をヤブ医者呼ばわりします。そのヤブ医者とは、チャングムが宮廷の菜園で一緒だったチョンウンベクでした。
このエピソードでは、チャングムが異女としての道を歩み始める姿と彼女を取り巻く人々の関係が書かれています。チャングムの成長と新たな挑戦が見どころです。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは、国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。